作好きな人だったらそう思い入れのあるシーンを結構安売りしてた感があるかな、はいはいはい、溜めて溜めてのドーンじゃなくって、うん、スル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 ポンみたいな、ね、こうぬるって入ってスッとやるからさあんまりあれあれあれ今行ったみたいな盛り上がりに欠けるような出し方をしてしまっていたのでそこは非常に残念だなって思った。そこは確かに俺も残念で、うん、感動がやっぱ原作より薄いんだよね全体的に、うん、こう地面のとこでさらみたいなのが多くてだからその二度と負けねえもそうだし、うん、ウソップ海賊団のくだりもないじゃん。ないね。あいつら3人が出てこないんだよね。すっげえ楽しいじゃんそれ。そいやだ君が唯一イーストブルーで覚えてるシーンでしょ。そう。だから俺がその予告編のレビューの時に言ったけど、そのこの事実を嘘にするって、ウソップがかっこよく言ってクロをルフィが倒す。うんで村は救われたっていうその嘘にするっていう展開もなければ、うん、解散するのくだりもないから、うん、であとまあクソお世話もそうだよね。その原作好きな人からしたらちょっとたまったもんじゃないくらいあっさりしててあれに関してはあのゼフが上にいるんだよね原作で下で土下座すんだよサンジっていう立ち位置だからよかったのにゼフが今回見上げてて、うん、サンジがメイゴの上から、うん、クソお世話でしたおいおいみたいな逆にしてもダメだし、うん、土下座もまあ、土下座っていう文化がないからそこはしょうがないんだけど、まあまあ、もう ないしなんかそのちょっと片手間みたいなのやめてよみたいな、うん、あったねなんか遊んだ後にさ改札入りながらじゃあねっていうくらいの感じだったじゃん、うん、なんかあそこドドンってやってほしいところでやってくんないんだっていうとこがね逆に臭くなっちゃうからやらないのかなとも思うんだけどね、うん、ドラマだからちょっと見たいよなと思って、まあ、まだ良かったのはアーロン編は全体的にまあ良かったかなちゃんとやったのかなその、うん、当たり前だ実写で腕上げるまでやんなくていいなと思ったあとそのベルメールさんの大好きとかも、うんまあ、もうちょっと映してもよかったんだよねアーロン編は全体的にそこはしっくりちゃんとやってたかなと思ったんで、うん、他がもうちょっと頑張ってほしかったっていうのはあるねソップ感動ゼロやったもんなソップ編俺は楽しみにしてたのちょっとねツッコミどころは多かった なんならさあのさあれキスしてないよドラマはしてたねそうドラマいやあれやっちゃうとさ、うん、急に洋画なんだよだから洋画なんだよあれなんで急にみたいなそんな好きっぽい感じは特になかったよ急だよね、うん、だからどうしてもいなかったもんなあまりにもさ洋画にしてはキスシーンはないじゃない当たり前だけどワンピースって、うん、どうしてもあそこ入れたかったのかもしれないけどね、うん、せっかく愛し合ってるしここだっていういけそうここしか入れらんないんだもうキスはって言ってもうあっちの人はもうキス入れるの大好きだから愛情表現としてキスをしないとっていうのがあるから、うん、救いはルフィとナミがキスしないからまだよかったなそれはね絶対にやめてほしい小田さんでもちょっと抑え込めなかったんだねあのカヤとウソップのくだりはビンタしたことに関してはちょっと謝ってはないんだけどね あれはほら、うん、いつ謝んだろうと思ったらな黒ちちゃったからなんかうやむやにされたなんか意外と謝んねえなとキスして清算してるからクズやろなビンクソビッチやないビンタの大会ビンタの大会アパズレクソ金髪女になっちゃって1回しか見てないからちょっと違和感出てきた珍しく君も吹き替えなんだいやさすがにね普通に字幕で見てもよかったかっけえな衣装がね毎回違うのもいいよねこれガープの被ってる帽子さ、うん、あの俳優が被るとちょっと違和感ある現像さんちょっとね出番なかった、うん、これ何死ぬよなこれ毎回さ、うん、変わるじゃんオープニングあのいいよねそうそうそう